はい、皆さんこんにちは。今回何か言及させていただきたいかというと、皆さんが海外に渡航する際、レンタカーを借りる際の注意点ということで、その中で、まあ、運転もそうなんだけど、今回は何に関して注意させていただきたいかというと、車上荒らし、車上のね、荒らし、車上強盗、まあ、そういったものに遭うということで、それに関して言及させていただきたいと思います。これに関しては、まあ、今までね、海外、まあ、オーストラリアに留学してた時に車持ってました。車持ってね、よく毎日のように運転していました。あとは、赴任してる時なんかもね、車を借りて運転したりもよくあったし、海外行く際に結構レンタカー借りること多いです。この間ニュージーランド行った時に10月11月にその時レンタカー借りてね、全部で何日間借りたんだったかな、8日間借りたのかな。それで、クライストチャーチから南南東をね、周したりしたんだけど、その中で気をつけなければならない点をお伝えさせていただきます。今回は運転ではなくて、ね、いわゆるその車上荒らし強盗に関してです。まず皆さんが車を止める際っていうのは十分気をつけなきゃならないと思います。これ日本でもね起こり得ることなんで、でもね結構やっぱ日本人の方、自分が例えば車を運転して人を乗せるじゃないですか。そういう時に貴重品を、ね、どこか行く際に助手席に置いとくこと結構あるんですね。だから俺はそれ言うんです。そこに置いとくと、車上荒らしなんて割られる可能性があるんで、下に置こうとかね、置きましょうって言うんだけど、やはりその助手席側に例えば貴重品ね、こういったバッグとかね、置いとくじゃないですか。そうすると、この中に何か入ってるんじゃないかって思われてしまって、で、結局それに関して、ガラスを割ってね、入ってくることもあるし、人通りが多いところだったらなかなか割ってまで出てこないんです。だから、たまによくある自分の友達なんかでもあるんだけど、鍵をせずにね、そのまま出てしまう人は貴重品売りたままね、コンビニとかで、それもやっぱ良くないです。海外だと、やはり日本以上にそういった、車上荒らし、車上強盗ってのがありますので、車内の強盗ってありますので、それは十分注意していかなければならないです。まず、そういったところ、人通りが多いところでもね、やはりその夜とか早朝になると人が少なかったりするんです。その中で人通りが多いけど、夜早朝人通りが少ない時間を狙って、そこをね、ガッて割って、はい、奪っていくってことがあるんです。実際自分自身がね、夜オーストラリア留学してる時に車止めててね、バッグを後ろに置いといたんです。で、スモーク後ろにもかけてなかったんで、見えるんですよね。だからバッグが置いてあったんで、普通にこう見ると、その中に、何か入ってると思われるじゃないですか。で、割られて、そのバッグごと奪われてきました。大したものは入ってなかったんだけど、思い出帳みたいなのが入ってて、留学中に友達になった人の連絡先とか入ってて、非常に悲しかったですね。だから、まずは見えるところにバッグとか貴重品を置いとくべきではない。これは、重要なことかなって感じはします。そして、置く場所ね、駐車する場所もあんま治安が良くないところとか、時間帯もね、やっぱ気をつけた方がいいかなって感じはします。貴重品がなければ基本的にその車上をね、割られて入られることはないと思うんで、それはね、やはり大丈夫だと思います。あとは、よくあることが中南米、この間半年間行ってきましたけど、その中で車上荒らし、強盗が結構あるんです。赤信号で止まったらいきなり来てね、っていうことがあるんです。そういう場合っていうのも、まあ、変な人々が近づいてきても基本的に開けないね。で、銃まで突きつけられたらたまらないけど、ダメだけど、開けないこと。そして、なるべく見えるところに荷物を置いとかないこと。よくあるのが、空港からタクシーを利用する際に、タクシーの中に、例えばスーツケースとか入れてしまうとね、その、車上強盗が見て、あいつ荷物あるから奪ってこうぜってなってね、あることがあるので、極力それはトランクに入れるべきです。まあ逆に言うとでもトランクに入れるとタクシー運転手が悪い奴はそのまま奪われていくって可能性あるんで、ちょっと不安なんだけどね。だけど、車上強盗、まあいわゆるその車上荒らし強盗があるようなところだったら、そういうスーツケースとかね、貴重なものに関してはトランクに入れておいた方がいいのが実情です。ということでね、まあ今回皆さんが海外に行く際の注意点、車を運転するときに貴重品を絶対置いといちゃいけない。ね、見えるところ置いといちゃいけない。で、強盗なんかも出る ところでは、極力荷物を見せない。これがやっぱり重要なことかなって感じはします。ということで、今回助言させていただきました。皆さんも何かね、海外に行く際何か、困ったこと、わからないことがありましたらね、回答させていただきたいと思いますので、メールをいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。